This was once just a dream. PTC, PTC go. PTC, PTC is go for launch. Three, two. Boost ignition and liftoff of Discovery and a team of explorers shaping their destiny. An answer built by those who dared to ask. What if we were to channel humanity's knowledge and creativity into something truly revolutionary? What if we built a bridge between and above all nations? To jointly discover the galaxy's great unknowns. To endeavor to live and to work outside our planet for the benefit of all within. What started as an accord between two former rivals became a beacon of opportunity for the rest of the world. We have ignition and liftoff of the Soyuz rocket, beginning the first expedition to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space. You ready for visitors? We live this dream aboard the International Space Station. I understand it's good to have you there and adjusting to your new home. Adapting to life in space, it's been a process. For the past 20 years, over 230 astronauts from all over the world have worked tirelessly together, boldly performing pioneering research and high-stakes spacewalks in the unforgiving environment of space. In this unparalleled orbital laboratory, circling the planet at 17,500 miles an hour, thousands of groundbreaking scientific experiments from over 100 countries have led to discoveries unachievable in the confines of Earth. From 250 miles up, an unbroken chain of residents have shared their view and their research with a generation eager to understand this higher plane. The space station is a symbol of humanity at its best, a shining example of international peace and collaboration in action. 皆さん、こんにちは。前回は月面着陸だったけど、今回は？今回は宇宙での生活という、新しい挑戦の物語だ。宇宙での生活？月に行くのとは違うの？月面着陸は訪問だった。でも宇宙ステーションは住む場所だ。人類は宇宙に恒久的な家を作ろうとしたんだ。宇宙に住むって、想像しただけでワクワクするわ。でもトイレとか食事とかどうするの？まさにそういった日常生活の問題を解決しながら、人類は宇宙ステーションを発展させてきた。今日はその歴史を見ていこう。月面着陸でアメリカに先を越されたソ連は、新たな目標を定めた。宇宙での長期滞在だ。月面着陸で遅れた分他のところで先に行かないとね。でもなんで長期滞在なの？月へは行って帰ってくるだけだった。でも宇宙で長く暮らせれば、より多くの科学実験ができる。将来的な火星への長期航海の準備にもなる。なるほど、次のステップだったのね。1971年4月19日、世界初の宇宙ステーションサリュート1号が打ち上げられた。全長約15メートル、内部容積は約100立方メートルだった。100立方メートル？どのくらいの広さ？6畳間を4つ並べたくらいの空間だ。決して広くはないが、宇宙で暮らすには十分なスペースだった。6畳4つか。まあ、なんとかなるのかな？最初に宇宙ステーションだけを打ち上げて、その後に別のロケットで人を送る計画だったんだが、最初のソユーズ10号は、ドッキングに失敗した。宇宙ステーションに入ることすらできなかった。え？失敗？せっかく打ち上げたのに。でも1971年6月、ソユーズ11号が3人の宇宙飛行士を乗せて、サリュート1号とのドッキングに成功した。ゲオルギー・ドブロボルスキー、ウラディスラフ・ボルコフ、ビクトル・パツァーエフの3人だ。成功したのね、どのくらい滞在したの？23日間だ。当時としては史上最長の宇宙滞在記録だった。無重力での生活、科学実験、地球観測など、多くのことを学んだ。23日間も宇宙に、すごいじゃない。しかし、帰還時に悲劇が起こった。大気圏突入前に、宇宙船の空気が漏れ出してしまったんだ。空気が？それって。3人の宇宙飛行士は全員、窒息で亡くなった。カプセルが着陸した時には、すでに手遅れだった。そんな。あとは帰るだけだったのに。この悲劇で、宇宙服の着用が義務化された。
以前は狭いカプセル内で宇宙服を着ると窮屈だという理由で、帰還時には着ていなかったんだ。安全のためのルールって、こういう失敗の上にできてるのね。1973年、アメリカも独自の宇宙ステーションスカイラブを打ち上げた。アメリカも負けてなかったのね。どんな宇宙ステーションだったの？サリュートよりはるかに大きかった。全長約36メートル、内部容積は約350立方メートル。サリュートの3倍以上の広さだ。3倍？同じ宇宙ステーションでも全然違うのね。実はスカイラブは、サターン5ロケットの第3弾を改造して作られた。アポロ計画で余った部品を有効活用したんだ。いくら NASA でも節約できるところは節約するのね。内部には、寝室、実験室、運動エリア、シャワー設備まであった。当時としては非常に快適な宇宙ステーションだった。シャワー？宇宙でシャワーが使えたの？水が飛び散らないよう、密閉型のシャワーブースが設置されていた。でも使い勝手は悪く、準備と片付けに1時間以上かかったそうだ。1時間以上？それなら体を拭いた方が早そうね。実際、後の宇宙飛行士たちはシャワーを使わず、濡れタオルで体を拭く方法を好んだらしい。まあ、そうなるでしょうね。スカイラブでは多くの科学実験が行われた。特に太陽の観測では、地上からは見られない詳細なデータを集めることができた。宇宙ならではの研究ね。1973年から1974年にかけて、3つのクルーが順次滞在した。最長滞在記録は84日間だった。84日間？ 3 ヶ月近くも宇宙に？しかし1979年、スカイラブは大気圏に落下して燃え尽きた。計画より早く軌道が下がってしまい、救出できなかったんだ。え？落ちちゃったの？太陽活動が予想以上に活発で、大気が膨張してスカイラブの軌道が下がったんだ。当時のアメリカには軌道を上げる能力はなかったんだ。なんだか残念ね。でも最初の宇宙ステーションでこれだけうまくいけば上出来じゃない？1986年、ソ連は画期的な宇宙ステーションミールを打ち上げた。ロシア語で平和、世界という意味だ。ミール。いい名前ね。何が画期的だったの？モジュール式だったことだ。最初にコアモジュールを打ち上げ、後から居住モジュール、実験モジュール、ドッキング用モジュールを追加していった。後から部屋を増築していくってこと？そうだ。まるで宇宙に家を建てるように、少しずつ拡張していった。最終的には6つのモジュールが連結された。なるほど。その方法だったら柔軟に計画を立てられそうね。ミールでは、宇宙飛行士たちが普通の生活を送ることができた。個室のベッド、食堂、トレーニング機器、娯楽設備もあった。娯楽？宇宙で何して遊んでたの？本を読んだり、音楽を聴いたり、地球との通信で家族と話したり。ギターを持ち込んだ宇宙飛行士もいた。中にはお酒を持ち込んだ宇宙飛行士もいた。なんというか、実にソ連らしいわね。ミールでの最長滞在記録は、バレリー・ポヤコフの437日間だ。1年以上も宇宙で暮らしたんだ。1年以上？それって体に悪くないの？無重力では筋肉と骨が弱くなる。ポヤコフは毎日2時間以上トレーニングを続け、帰還後も比較的早く回復できた。毎日2時間のトレーニング？大変そうね。1990年代になると、ミールには世界中の宇宙飛行士が訪れるようになった。アメリカ、日本、フランス、ドイツなど、12カ国以上の宇宙飛行士が滞在した。その頃になると冷戦が終わって、協力する時代になったのね。そうだ。1995年からは、アメリカのスペースシャトルがミールとドッキングするプログラムも始まった。これが後の ISS 建設の基礎となった。ISS？それって何？国際宇宙ステーションだ。これから説明しよう。ミールは2001年、15年間の運用を終えて、計画的に大気圏に突入させられた。寂しいけど、お疲れ様って感じね。1998年、人類史上最大の国際協力プロジェクトが始まった。国際宇宙ステーション ISS の建設だ。国際ってことはいろんな国が参加したの？
アメリカ、ロシア、日本、カナダ、欧州宇宙機関 ESA 加盟国、合計15カ国が協力している。15カ国、すごい規模ね。1998年11月、ロシアのザーヤモジュールが最初に打ち上げられた。その後、10年以上かけて段階的に建設が進められた。10年以上？気の長い話ね。宇宙ステーションミールと同じようにモジュール式になっており、スペースシャトルとソユーズロケットで合計40回以上の打ち上げが行われた。宇宙空間で組み立てる巨大パズルのようなものだった。宇宙で組み立て作業？失敗した時のことを考えると恐ろしいわね。宇宙遊泳で作業する宇宙飛行士たちは命綱一本で外に出る。一つのミスも許されない緊張の作業だった。2011年に完成した ISS は全長約109メートル、幅約73メートル、サッカー場ほどの大きさだ。サッカー場？めちゃくちゃ大きいじゃない。内部の居住空間は約388立方メートル、6人の宇宙飛行士が常時滞在している。6LDK の家くらいの広さだな。6LDK、最初の宇宙ステーションと比べると全然違うわね。ISS での生活はかなり快適になっている。個室のベッド、専用トイレ、電子レンジ、インターネットまである。インターネット？宇宙でネットが使えるの？2010年からは、宇宙飛行士が Twitter や Instagram で宇宙からの写真を投稿できるようになった。すごい時代ね。私も宇宙から SNS 投稿してみたいわ。食事も進化している。冷凍食品、レトルト食品、新鮮な野菜まで運ばれる。寿司やラーメンを食べたこともあるそうだ。宇宙でラーメン？美味しそうだけど汁が飛び散りそう。特別な容器に入っていて、ストローで吸って食べるんだ。工夫されているな。2008年、日本の実験棟希望が ISS に追加された。日本初の有人宇宙施設だ。日本もモジュールを打ち上げてたのね。希望っていい名前だわ。希望では、医学、生物学、材料科学など、様々な実験が行われている。無重力環境でしかできない研究も多い。例えばどんな研究？タンパク質の結晶化実験だ。無重力では対流が起きないから、地上より高品質な結晶が作れる。新薬開発に役立つんだ。へえ、宇宙で病気を治す薬の研究ができるなんて、すごいわね。2025年10月現在、ISS には7人の宇宙飛行士が滞在している。様々な国から集まった人々が、一緒に暮らし、働いている。国際的なシェアハウスみたいね。言葉は通じるの？公用語は英語とロシア語だ。宇宙飛行士は両方の言語を学ぶ必要がある。大変そう。中で喧嘩したりしないのかしら？地上では政治的な対立があっても、宇宙では仲良く協力し合っている。これが宇宙ステーションの素晴らしさだ。ISS は2030年頃まで運用される予定だ。その後は、月軌道上に新しい宇宙ステーションゲートウェイを建設する計画が進められている。2020年代後半から2030年代の実現を目指しているんだ。月の軌道？次は月の近くに住むの？月面基地への中継点、火星への出発点として使う予定だ。人類の宇宙進出の次のステップだな。どんどん遠くに行くのね。でも、ちゃんと実現できるのかしら？国際協力次第だが、計画は着実に進んでいる。技術的には十分実現可能だ。さらに、民間企業も宇宙ステーションの建設を計画している。将来は宇宙旅行で宇宙ステーションに泊まれるかもしれない。宇宙旅行？私も行けるかしら？数十年後には、もっと身近になっているかもしれないな。今回はこんなところかな。月面着陸の次は宇宙に滞在できる場所を作るなんて、技術の発展は素晴らしいわね。将来的には他の惑星に定住できるかもしれないな。次回は何をやるの？少し年代が前に戻ってしまうが、スペースシャトルの功績と終焉だ。宇宙への往復を何度も行える画期的な宇宙船の物語を見ていく。スペースシャトル有名な宇宙船よね。楽しみ。この動画が面白かったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。